ルートマスタールートマスターは、イギリスのアソシエーテッドエクイップメント社が製造し、主にロンドン市内の路線バスとして活躍していた2階建てバス。ロンドン市内の路面電車とトロリーバスの置き換え用として、ダグラス・スコットラのグループにより1947年から開発に着手し1954年にプロトタイプ車が登場。4年間の評価期間を経て1959年に、 生産を開始、1968年までに2876台が製造され、2760台がロンドン市内で運行された。エンジンを前方に置き後輪を駆動する FR レイアウトを採用したため、後部に出入り口を置くワンステップ構造を実現、パワーステアリングや前輪独立喧嘩、アルミニウム合金製の車体など、 当時としては先進的な装備が施されていた。1970年代になると運行経費削減のためロンドンでもワンマンバスが増え車掌を乗せなければならないルートマスターでは不経済になってしまった。一方でワンマン化によって運転士が生産業務を行わなければならなくなったことで遅れが目立つようになったがルートマスターは生産業務は車掌が担当するため ワンマンカーに比べて遅れは少なかったという。1990年代のロンドンバス株式会社の分割民営化では旧社に引き継がれたが、2000年代に入ると老朽化に加え、などの理由で2005年12月に第一線を退いた。しかしルートマスターに愛着を持つロンドン市民は多く、2005年11月からは、 下記の2系統のヘリテージルートで日中に運行された。運賃は1.5ポンドで、1日乗車券も使用可能であった。しかし、乗客減などを理由に2014年には旧系統が、2019年25系統がそれぞれ廃止となり、定期運用は消滅した。2020年以降は観光ツアーやイベント用車両が英国各地に残るのみとなっている。 2012年にはルートマスターをモチーフとしたニュールートマスターが運行を開始した。左前部右後部グリーンウェーブ相模原92でシャトルバスとして使用されたルートマスター。側面上部に非常口を設置している JR 下関駅バスターミナルにてナンバープレートの19から62はこの車両が登録された年、下関市内で運行していた。 ルートマスターの2階席室内。扇風機を設置している。オープンデッキ部分。期間限定で横浜市中区元町で運行された時のシーン。イギリスの左側通行が幸いし、日本においてもとりあえず運行可能な条件を備えているため、イベント時のシャトルバスなどに使用するために数台が輸入されている。ただし高さは日本での法規制を超過するため、 高さを縮小する改造を行わなかった場合は、走行に際して、その都度特任を受けることになり、走行ルートは、歩道橋などの走行に支障をきたす、建築物がないルートに限定される。また、非常口などは、日本の基準に合わせて増設されている。日本国内では2階建てバスで赤を基調とした車両が、存在する。これは、ロンドンで運行されていた。 ルートマスターの影響を受けているものと思われ、都営バスの2回1.2回例に系統で導入されていた、ネオプランスカイライナー、日の丸自動車工業のスカイバス東京、中国 JR バスのメープルスカイなどの例がある。JR 九州バスの車体色にも赤が採用されているが、これはルートマスターが赤一色であることと、JR 九州のコーポレートカラーも赤であることをかけて決められた。 ただし、JR 九州バスは、ルートマスターに比べ、フェラーリの赤と、朝食した明るい赤色で塗装されている。長崎県交通局は、1989年から1990年まで、九0長崎旅博覧会、キャンペーンカーとして、ルートマスターの運行を行った後、翌1991年から、路線バスの新塗装として、 ルートマスターのイメージも取り入れた赤基町の図書区を採用した。ありがとうございます。